ジャコモカサノバは、ベネツィア出身の十作家であり作家。その女性変歴によって、広く知られている。彼の自伝、我が生涯の物語イストワールデマビによれば、その生涯に1000人の女性とベッドを共にしたという。ジャコモカサノバは1725年、ベネツィアに生まれた。彼の母親は、女優ザネッタ・ファルッシ、その夫は、俳優ガエタのジュゼッペカサノバであったため、 息子ジャコモは、聖、カサノバを名乗った。しかし、ジャコモの実の父親は、この夫婦が、この時期に所属していたサンサムエーレ劇場の所有者で、ある貴族、ミケーレグリマーニであると考えられている。ジャコモは母、ザネッタが生み、成人した5人の子供のうち最も年長だった。弟フランチェスコはやはり婚外し、弟ジョバンニ・バティスタ、妹マリア・マグダレーナ、 アントニアステッラと弟ガエタのアルビジオはガエタのお父として生まれている。両親ともその子供たちにほとんど関心を持たず、ジャコモは彼らに肉親としての女王をもって接することはなかった。後に、ジャコモも数多くの婚外子を持つことになったが、彼の両親と同様、彼らにほとんど関心を示すことはなかった。法律上の父が得タノは1732年に亡くなる前、 グリマーに家に彼の家族の養育義務があることを訴えていた。このおかげでジャコモはバドバの寄宿学校に入学し、教育を受けることができた。これは当時、中流あるいは上流家庭の子息だけが望み得た境遇である。彼は学生として素晴らしい才を発揮し、教師たちの調和を得た。天性の鋭い頭の回転、旺盛な知識欲そして常に探求心を持つ、 子供であった。彼が異性と接触を持ったのもまたこの学校時代だった。初めてのオーガズムは11歳の時教師の妹が与えてくれたという。パドバ大学では倫理哲学、科学、数学そして法学を学び、16歳にして法学博士号を得た。カサノバは薬学にも深い関心を示した。後年彼はその道を極めなかったことを後悔したのだが、 それでもアマチュアの薬剤師としては熱心で優秀であった。1740年にカサノバはベネツィアに帰り、教会の聖職者として法律実務を行うようになる。この頃までには彼は、洒落者との評判を得ていた、長身、朝黒い肌、入念にカールさせたその挑発からは、方向が漂っていた。彼は十六歳のベネツィアの老評議員。 アルビーゼガスパロ・マリピエロにうまく取り入った。マリピエロは若きカサノバをベネツヤ最上の社交サークルに紹介し、極上の料理とワインを教え、社交界ではどのように振る舞ったらいいかを教えた。カサノバのセックスに対する関心はいよいよ本格的となり、彼はある時はこちらの女性、またあちらと遍歴を繰り返し、教会での仕事など忘れ去ってしまった。こうして、 彼の教会での仕事は短期間で終わってしまう。彼は、ベネツィア共和国の下級士官職を金銭で、ゴルフに短期間駐留した後、コンスタンティノポリスに赴く。しかし彼にとって軍務は退屈で昇進も遅いものの、ように思われたため退役し、ベネツィアに戻り、食いつなぐため実の父グリマーニの運営するサン・サムエイリア劇場のバイオリニストとなる。21歳の時、 ふとした偶然から彼は、貴族ブラガディン家の一員の命を救い、その貴族はカサノバの修正にわたるパトロンとなった。少女をレープした権威をかけられたカサノバは1748年、23歳でベネツィアを立ち、ヨーロッパの大都市、パリ、ドレスデン、プラハそしてウィーンを放浪する。1753年に故郷ベネツィアに戻るが、 2年後の1755年には、彼の魔法、妖術に対する関心が、あだとなり宗教裁判所で有罪を宣告され、総督宮殿に陣接した有名な、鉛の監獄アイピオンビに収監される。実のところは、娘との交際に起こった、有力貴族が、カサノバのフリーメイソンとの関係を告発したためである、ことが、公文書館所在の記録により判明している。 5年間をそこで過ごした後、カサノバはこの最も警戒厳重な監獄からの脱獄に成功し、パリに逃亡した。1757年1月5日、ロベール・フランソ・アダミアンによる、ルイ15世暗殺未遂事件の同日であった。1760年頃からカサノバは自らを、サインガルトの騎士シュバリエでサンガルと称するようになる。時には、母親の旧姓をとって、 ファルシ伯爵とも名乗った。1761年には7年戦争の収拾のためフランスがアウクスブルクで開催した国際会議にカサノバはポルトガルの代表施設の一員として参加している。カサノバはその生涯において多くのヨーロッパの大都市を訪れスキャンダルのゆえをもってそのほとんどから追放の浮き目にあっている。百六十六年には ポーランド・リトアニア共和国の首都アルシャワで、共和国のオルディナトでトに、ポーランド市最大の政治事件、タルゴビツァ反乱の首謀者の一人となる、ポーランド人伯爵、フランチシェイク・クサベリ・ブラニツキと、双方の友人である現地のイタリア人女優をめぐる、争いからピストルで決闘し、双方とも、負傷、カサノバは、国外退去処分となっている。 この時傘の場が左手に負った傷は深く、医師たちはことごとく左手の切断手術を進めたが、これを拒否して何とか自然治癒させている。彼は1785年に陰性し、ボヘミア・デュックスにおいて、最小ヨーゼフ・カール・フォンバルト・シュタイン伯爵の師匠となり、同地で自伝を表すなどした後73歳で、亡くなった。その晩年は退屈で苦痛に満ちたものだったらしい。 白爵との仲は悪くはなかったが、白爵は、秘書カサノバに構ってやれる時間がほとんどなく、食事時も無視しがちであり、品格をカサノバに紹介してやることもなかった。老人カサノバは、白爵の居場内の他の使用人すべてに嫌われ、維持役の対象となっていた。カサノバがその華やかな恋愛変歴を享受した理由の、一つは、彼が多くの同時代18世紀人と異なり、 彼自身の快楽と同時に、その交際する一性の側の快楽に常に注意を払っていたことにある。彼は誘惑者としてばかりでなく、誘惑されることにも喜びを見出しており、また多くの美女を同時に愛し、激しい恋愛の時が終わったずっと後に至るまで、それら一性を人間として、同等の存在として尊敬し、信仰関係を維持した。彼はまた数人の男性ともベッドを共にし、 また異性相にも生涯を通じて関心を持っていた。性病とギャンブルもまた彼の人生と不可分だった。ギャンブルは異性の次に彼が情熱を傾けたものであり、様々なものに掛け事を行い、ある時は勝ちまたある時は全財産をすったこともあった。パリで彼は国営の宝くじを創始して人財産を成したが、絹織物工場への投資が失敗して、 すべてを失っている。言うまでもなく彼の最大の才能はベッドの上で発揮されたが、同時大臣にとってのカサノバはそれ以外の面でも結出した存在だった。オーストリアの大政治家、シャルルドリーにはカサノバを彼の知り得たうち最も興味深い存在であると表し、この世界に彼が有能さを発揮できない事柄はないとまで言っている。またランベルク伯爵は、 その知識の外白さ、知性、想像力に危険しうるものは、ほとんどないと記している。カサノバが、その生涯にわたる変歴において、地球を得た人物には、教皇クレメンス13世、エカチェリーナ2世、フリードリヒ大王ポンパドゥール夫人、クレビオン、ボルテール、ベンジャミン・フランクリーンなどがいる。彼はまたモーツァルト、ドン・ジョバンに初演に列席しており、また同オペラで、 ロレンツォ・ダ・ポンテの台本に最後の筆を入れたのではないか、との説も唱えられている。近年、カサノバが脱獄後もベネツィア共和国政府に、返歴先の政府の機密情報を流していたことが、公文書館記録により、明らかになった。これによって、カサノバがベネツィアに帰国を認められた理由が、スパイ行為による祖国への貢献であることがわかっている。カサノバは時に、 ビジネスマン、外交官、スパイ、政治家、哲学者、魔術師、20作以上の著作を持つ作家、そしてドレスデン、ジェノバ、トリエステ、マドリッドで作品が上演される、劇作家として立ち働いたが、その生涯のほとんどにおいて、単一の制御を持たず、遠い側面のウィット、幸運、社交上の魅力、そしてその対価として、人々が提供する金銭でもって生活していた。 死の床にあったカサノバは、自伝、我が生涯の物語走行を、追いにあたるカルロ・アンジョリーニに二択した。その走行は後に、ジャンラ・フォルグによって、脚色本案され、1826年に、刊行された。この本案版よりの多言語翻訳版も、各国で流布し、今日の我々のカサノバに対する評価もこの電気によるところが大きい。英語で、彼は、 カサノバだとの表現は異性を引きつける宝刀が乱行化として定着している。カサノバ自筆倉庫をもとにした決定版の出版は1960年までまたねばならなかった。カサノバは多くの一般映画及びアダルト映画の題材となってきた。その端緒は1918年のハンガリーにおける 映画であるが、最も広く知られているのは、フェデリコ・フェリーニ監督による1976年のカサノバ及び1982年のリチャード・チェンバレン主演のものだろう。また1992年にアランドロン主演、カサノバ最後の恋が制作された。原作はアルトトル・シュニッツラー。2006年にはラッセ・ハルストレム監督がカサノバを世界一の恋人と捉えた。 カサノバが公開された。この映画は1753年のベネツィアを舞台にしたオリジナルストーリーであり、感能性を抑えたロマンティックコメディとなっている。2010年2月18日、フランス国立図書館は我が生涯の物語など3700ページ分のカサノバの実筆原稿を購入したことを明らかにした。ありがとうございます。